映像映っておりますでしょうか。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。暑い真夏、寒い冬、直射日光、雨、雪、どんなに厳しい環境でもしっかりと映像、写真を残してくれるかっこいいデザインのカメラに興味はありませんか？野生動物の観察、害獣対策以外にも自宅の防犯、ペットの見守りと使いたい時にすぐ設置することができるお手軽なトレイルカメラを紹介していきます。実際に設置をしてみた様子や撮影した映像も含めてレビューをしていきますので、ぜひ動画を最後までご覧ください。開封の儀、こちらでございます。正面、サイド、開けていきます。トリセツとユーザーマニュアル。トリセツは最後の方に日本語対応の説明が載っています。取り付けバンド、結構長めです。充電用のタイプ C 充電ケーブル、取り付けパーツ、壁取り付けのネジですね、こちらですね。単三電池が4本。そして本体、では出します。お披露目。おぉ、かっこいい。まずはフィルム剥がします。大きさはこんな感じ。こちらが表、裏、開けていきます。ここ記録用のカードが入っております。こちらはカードスロットですね。はい、初めから 32GB のマイクロ S カードが入っております。すぐ撮影できますね。モニターです。ボタンがこちら6つついております。そしてタイプ C 充電ケーブル、こちらスピーカー、 DC 電源。では単三電池を入れていきます。はい、セット完了です。約9センチ、 10.5、 7センチ。本体重さ、電池が入った重さです。 272g。来ました、液晶画面。お、あ、はい、というわけでこちらですね、ナビが映っております。ナビ、あくびしてる。結構画質いいですね。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。映像の感じはいかがでしょうか。蓋の閉め方なんですけども、こう閉めて、こうして、こうですね、ライトが光っております。こちら本体は IP66 防水防塵機能が搭載されております。搭載しているモニターは 2.0 インチ LCD スクリーン、電源は電池式です。単三電池4本のため、電源などの配線工事は必要なし。とても小さいため、いつでもどこでも様々な場所に設置をすることができます。設置方法は3つ。本体をそのまま置く、この付属のバンドを使って固定、付属の壁付けを使って壁に貼り付け、3つの録画モード、再生について、こちらのトレイルカメラ、動画、静止画、動画&静止画、この3つのモードから選ぶことができます。撮った映像を見たい場合、こちらカメラ本体を開けまして、このモニターで見ることができます。こちらですね、再生ボタンを押します。結構綺麗に映ります。音量を上げることができます。他にこちらカードが入っておりますので、この SD カードもしくはマイクロ SD、 こちらをですね、パソコンに挿して見ることもできます。またこちら USB ケーブル、こちらがございますので、カードが入った状態で本体のタイプ C を差し込みまして、こちらを PC の USB ポートに差し込んで映像を確認することができます。これら3つの方法から選ぶことができます。高品質 2.7K ビデオ撮影。こちらのカメラ、超高解像度ビデオ、ウルトラ HD レンズとイメージセンサーにより、最大 2.7K の映像とクリアなサウンドで記録を残すことができます。なお、最大解像度の場合は約3分の記録まで。マイクも内蔵しているため、映像と音を同時に残すことができます。お手
なお写真については最大3600万画素、非常に鮮明な画像を残すことができます。写真解像度連続撮影、はい、5枚までいきます。0.1秒、超高速トリガースピード、こちらのカメラなんと 0.1秒、超高速トリガースピード撮影に対応しております。素早い反応速度で大切な瞬間をキャッチ。感知距離は最大22メートルまで、遠くの動物や動きを正確に捉えてくれます。動体検知機能について、本体には PIR 動体検知センサーが搭載しています。130度の広い検知角度、動物の動きや植物の成長を一望することができます。なお PIR センサーを利用する場合、ガラスなどが遮断、物越しの撮影はできませんので、こちらはご注意ください。 PR センサーは、まあ、こうで、夜間撮影について、通常撮影とは別に22個の赤外線 LED により不可視赤外線撮影ができます。この本体の赤外線ライトにより、真っ暗な環境でも撮影が可能、暗闇の中でもモノクロで映像画像を残すことができます。さて、ちょっと暗いところに行ってみたいと思います。トイレ、暗いトイレですね。はい、というわけでですね、こちらなんですけども、はい、映っておりますでしょうか。ではライトを消します。はい、あ、光ってますね。では消します。はい、というわけで今もう全く真っ暗闇でございます。はい、超光ってますね。どうでしょうか。はい、こんな感じで、どんなに厳しい環境下でもしっかりと映像写真を残してくれる、かっこいいデザイン、使いたい時にすぐ設置することができるこのトレイルカメラ、野生動物の監視、防犯、ご近所トラブル、不法投棄対策、ペットの見守り、倉庫やオフィスの動線調査などのとてもぴったりなカメラ、映像録画できるカードも入っていますので、手元に届いてすぐ利用することができる、とてもおすすめなトレイルカメラです。商品気になりましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。見た目もかっこいいながら手にすっぽりと収まるコンパクトサイズ、いろいろと活用ができます。本番いきます。よーい、熱い真夏。逆やんこれ。実際に設置見てとてもピッ